岩手を応援、親子で自宅チャレンジ。日々状況が変化する今、おうち時間を親子で有効活用。今回は体力アップとストレス発散を目的とした親子でできる簡単トレーニングをご紹介。教えてくれるのはフィッツプラスのトレーナー佐々木圭さん。わざとバランスの悪い状態を作りまして、それをキープするトレーニングです。まず手を開いてもらって片足を上げます。30秒、これをキープするトレーニングです。反対側も同様に30秒キープします。実践する上でのポイントは、はい、片足立ちの時は必ず膝と腰が90度になるようにします。見た目は簡単な片足立ちですが、腹筋や背筋、腰回りも刺激されるんです。バランストレーニングの効果としては、姿勢が良くなっていきます。あとは、足をつまずいて転んだり、階段でつまずいたりという転倒防止の効果もありますので、チャレンジしてみてください。目標は各30秒ですが、慣れるまでは10秒からチャレンジしましょう。目を閉じると難易度がぐっとアップしますよ。さあ、バランストレーニングにチャレンジ。はい、それで手も広げて。どうかな？惜しい。見ちゃう、見ちゃう、聞いて。ここ。それ上げすぎ。ちょちょちょ。お父さん、綺麗ですね。ここで10秒いくよ。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。すごいじゃん。大変よく頑張りました。皆さんも毎日続けることが大切ですよ。さて、皆さんも親子で自宅チャレンジ。